さて、突然始まりました歌謡曲 Now & Then のコーナーです。さあ、このコーナーではですね、これまで世に埋もれてきた歌謡曲、あるいは忘れ去られようとしている歌謡曲の名盤珍盤を紹介していきます。今日はゲストコメンテーターをお迎えしております。この方々です。のっちです。かしゆかです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昔の曲とかって知ってますか？全く。昔ってどのくらい昔？70年代とか80年代、まあ60年代とか遡っても。もうすぐ春。ああ、キャンディーズ、うん、はいはいはい、とか。うん、それも十分もう昔の歌謡曲になりますね。そういった歌謡曲、はい、しかもなかなか世に知られていないような楽曲を今日は紹介してくれる講師の方に来ていただいております。はい、この方でございます。森雄一さんです。歌謡曲をもうひたすら聴きまくるというイベント、歌謡曲というイベントがありまして、その主催者です。そうなんです、そうなんです。もうこの方に聴けばもうこれはもう珍盤名盤は、そうですね、若い方にやっぱりこう大人になってもらわなきゃいけないですからね。そうですね、きついものをどんどん聴いてもらわないちょっとまあ挨拶がてらといいますか、はい、とっかかりのこういいやつって何かありますか？一番。そうですね、まずこの海道はじめさんのスナッキーで踊ろうっていうのちょっと待ってください。いきなりなんかハードル高くないですか？見えます。ちょ、こっちに見ちゃう。すごい躍動感ある。海道はじめさん、うん、時代でいうとどのくらいなんですかね？これね、67年ぐらいですかね。で、この後ろのスナッキーガールズっていう、まあ、スナッキーってのはお菓子なんですよ。のなんかこうテーマソングっていう CM ソングっていうかも、そういうそのやつで作られて、でまあポイントは、この海道はじめさんっていう方は、もともと何ていうかね、民謡系の方がロックに挑戦するっていう。ロックの民謡からロックに挑戦、かつこうダンスものですね。へえ。ダンスはもううるさいですよね、はい、だからもう一緒ですよ、スナッキーガールズ。ああ、はい、3人組が後ろにいて、囃し立てるっていうですね。はあ、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか、はい、どんな曲なのか。これ有名ですね、その筋ね、もう、定番と言われているどの筋だって話もありますけどね。CKY のスナッキーをアルファベットそれぞれ言ったわけですね、これ。いやー、これはちょっと驚々しい感じありますね、最初の頃。これね、そうなんですよ、全部が勘違いなんですね。勘違い。だから日本にロックが入ってきて、まあ、こんなもんだろうと思って作って、で歌詞も、ロックってもともと黒人の方の歌い方をこうアレンジして、まあ真似から始まってるんですけど、それをもう全然知らない日本の人が、その民謡系の人がこう自分の解釈で歌ったらこうなったっていうんですね。なるほど、そうか、60年代って言ってましたっけ、これ。そうです ね、だから僕らって今もうロックって当たり前に知ってるでしょ。この当時はまだ入ってきたばっかり、ビートルズとかそれ出てきたぐらいですから。しかしのっけからこれ選びましたか。いや、これやっぱりオープニングにはね聞いてもらわないと、まず大人になってもらわないと思います。どう、この曲聞いた感じ。もう斬新すぎて、びっくりしましたね。あり、これ。いや、今やると逆に面白いんじゃないですかね。どうですか、あーちゃん、今度パフュームの新曲これだけどって結構気になりますねどうしたらいいのか多分分からなくなると思ういやいやいや、これちょっといいスタートじゃないですか。スナッキー、ありがとうございます。お後がよろしいようです。今まで世に埋もれてきた歌謡曲、あるいは忘れ去られようとしている歌謡曲の名盤珍盤を紹介していきます。今日はゲストコメンテーターをお迎えしております。
この方々です。のっちです。かしゆかです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの若い方にやっぱりこう大人になってもらわないといけないですからね。そうですね。きついものをどんどん聞いてもらって、ね、そんな中から一曲、うん、あのぜひあのカバーしていただきたいと思いまして、はい、これそのホットパンツこれ、あ、出ました。これをちょっと今風にアレンジしたらいいんじゃないかと思って。女の子なら誰でもいつも素敵な恋を夢見ているわ。けれど男のあなたにはちっとも分かってもらえないの。寂しい心で泣いていた私の前に魔法のドレスが現れた。私のホッパンツ私の私になくなるって勇気を出してあなたのために鏡に隠れて着替えたのシンデレラかいいですね。名曲ですね。これもう素晴らしいです。女の子の心理を全てねこう映し出してましたね。女の子こうあるんだなと思ってね、勉強になりますね。そこをあえてこのパフュームにいずれカバーしていただきたいと。もう、まあ、ビートは今風にもうちょっとね、この曲がテクノになるとどんな感じになるんでしょうかね。楽しみですけど、どう女性から見てそのセリフが魅力的です ね、 ねすごい字余りじゃない。昔結構そういうの多かったですよ。そうですか。ホットパンツもこうホッパンツって言ってホッパンって言ってるところがキャッチーですね。でもいいくない、うん、すごく耳に残るしね、はい、すごい。次カラオケで歌いたい。こういうのってカラオケ入ってるんですか。どうなんですかね。この辺になるとカラオケないですね。ぜひ入れてほしいですよね、カラオケに。入ったら歌うんですか。もちろんですね。森さんが歌うとこ想像できないですね。歌うんですか。歌いますよね。へえ。ホッパンっていいんですか。はい、終わっちゃいました。はい。ちょっとくどいですか。ネタが難しいですか。はい、いや、どうどう。一応楽しんでますよ。大丈夫です。一応楽しんでます。大丈夫です。大丈夫もっと大人になっていただきたいんで。さらに。やっぱ大人といえば演歌。あぜひ演歌をバシッと聴いていただきたいんですけど、ちょっと選んでほしいですね。ちょっとこうタイプを選んでもらっていいですか。あのね、まあ見せる前に言っておきますけど、ギタリストか、そのソウルシンガーか、外人かっていう3人の選択肢。ギタリスト、第一印象というかその響きだけでギタリスト。ギタリスト大好き。ギタリストがいいですか。はい、はい、ありがとうございます。何します。じゃあギタリスト亡くなりました。ギタリスト外人さんで。外人さん。外人さんも演歌ですか。まあ、あのワールドワイドですから演歌はもう。じゃあソウルシンガーです。じゃソウルシンガー。はい。じゃあまずギタリスト。出ますか。はい。これじゃあお願いします。ギタリスト光栄。はい。はい。渋い。これ演歌一筋。これアーティストネーム、なんて呼んでるんですか。神戸のターボ。おかしいでしょ、神戸のターボ。どう見てもおかしいでしょ。とんかつでかすぎるっていうね。え、後ろだと思うんですよね。そう、曲のタイトルかと思ったら単なるこれはあのバックの背景なんですよね、これね。安い合成ですよね。本当ですよ。外国人アーティストこの方です。シャダ。予想だ。シャダで雪吊りの女っていう。日本語歌ってるんですか。そうなんです。そうなんですよ。すごい、本当だ、日本語だ。平面は恋女房。恋女房。さあ、そして、最後の選択肢、ソウルシンガー。はい。これ、やっぱ先にギタリストと外人出ちゃったから、今一つかもしれないですね。ああ、最初に見せた方が良かったかもしれないですけどね。はい、この方でございます。ドン。いるいるって感じですね。見て。パンチですね。ここちょっとこの辺これたまには親子とトラベラー。トラベラー。リオデジャネイロで盆踊り。
ね朝酒グッドアッパー傘になるよとまあまあ息子なったよアンブレストーラーたまには親子でツラーベラーリオデジャネイロで盆踊りいやでも確かにラップになってますラップはラップなんですよね今全く踏んでないですよね、自由ですねそうそうそう自由でもこの時代でこうやって取り入れてるの斬新ですよね斬新ですよね、まあ、かなりアグレッシブなそうですよね、はい、うんこう騒動を感じさせるね感じますよね、うん、いやこういうアーティストがこれまでの時代ずっといたわけですよおこういうのでね聞いて大人になってほしいですよね、はい、いい大人になりますよはいいいですかじゃあ